壁こえ今日顔違うよねって言ったらどこどこって言われて今日ここ違うよねって言ったらそう昨日やったの実はでも気づいたすごいねなよく気づいた、ね、そう多分課長が整形とかしたら絶対気づくでなおも気づくコウタも気づくかななんで一緒にチラッと歯がやるのもう俺今カメラ撮られてなかったけど俺は撮られてたからねでも多分コペだけはもう俺気づかんいや俺も気づかない気づかないよねなんか俺見えるかなとか思っちゃうああ確かにえ赤ちゃん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 こんばんはこんばんはもういや、私は間違い下がるよ。よく騙されるのよ。1万円かと思ったらね、1000円だったりね。いろんな間違いあるから、間違いを見ないでもらおうと思ってね。焼きハウスね、いろんなものがあるでしょ、うん、あるあるだからもうぐちゃぐちゃでも汚くてもう、うん、いますね信じられない本当に本当よアンビリオンだろすごい前のステッキが来てるあ、コペのおばあちゃんなんだけどね、うんうんあはい、おばあちゃんおばあちゃんそうですねあ、そうなのあの子のね、部屋行くとね、もう大体散らかっててね部屋が汚いって言うとね、うん、汚くはないって言うの散らかってるけど場所は本人は分かってるから、うんうん、もうほっといてくれって言われてて あ俺行ったことあるけどねあの話していいのかなねいいよ不審者のやつ不審者ねじゃあドン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 っておじさんが男の人がドンドンって来た全体ラインに来てたねあれ絶対ラインに来てたねそう電車ラインに電車が来たって言ってでまあ、まあ割と近いの家がね、うん、で、まあ、電話かけてくれてどうしたんだろうそのなんかどんどんしてきてどの人がいたんだけど今いなくて引き出せてもらって、ね、怖いやばいどうしようってきて、まあ、なんだかんだっていろいろ電話つなげたままにしてたりとかいろいろあって何回もその後も来たりからいやもう怖いだろうからうち泊まりなっつってうち泊まったんやけどその時に迎えに行ったんよ出るの怖いやん一人、はい、そうだねそうから俺が迎え行ってで一応玄関に入ったわけ、うん、その時にまあね広がってた光景がもうバーンって写真撮っとけよそれいやそんな雰囲気ちゃうからまた性格悪いじゃんお邪魔しましょう運べるちょっと待ってシャッとこれ怖がってんのにさ待ってこれやばくあ俺もちゃんと電話したんだよねうん藤原ちょっとあの大きい声出すと危ないかちょ静かにしてもうなんか僕から狙われてるやつ狙われてるんだよ大丈夫ですね。でも一応なんかナオの家に泊まれるか泊まれない泊まれるか泊まらないか悩んでるみたいな、うんうんうん、でも泊まった方がいいよっつってもうなんかもし来なかったとしても心配じゃんもう、うん、その日、ねうん、不安だよね不安になっちゃうから、うん、だったらもうちょっと甘えてもらえなみたいな、うんうん、でも俺その電話切った後さ俺ちょっとその後さ15分ぐらいさ大丈夫かなコペ、うん、ふと思っちゃってふっとあれおっさんが来たってめっちゃ言っててさ俺15分後にさコペ37歳だよこれおっさんに襲われるおっさんがすごい光景だよおっさんが襲われるおっさんやばいなすごいすごいやばいねそうだからよく考えてもこの光景、うん、おじさん変な危ないおじさんがおじさんの部屋どんどん押してるしギョクシロ間違い探し今画角覚えてますはいはいはいあからさまに分かりやすいのやったらおもろいよあのドア開いてるとかいやあれやねん簡単すぎだろでもあれは言わんとこみたいな言ってんだからなって言って3ポイントかもどんな基準してんだよ基準がまおかしいんだろでも今覚えなきゃいけないんだね、うん僕ね、こういう時のね、あの道を覚える時もそうなんだけど絵で覚えるタイプで覚え方があって目でシャッて起きるの
それそっかじゃあやってみようってならんわ。でもこれ僕も俺もやってたわ。まばたきしただけやろ。ずっとこうやってずっとこうやってこうやってやってたわ。ふぅはっ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 。カメラがこんな低いなんて、いやもう年寄りに優しくないね。サブの携帯にしようと思います。決めましたか、うん、せーの、はい。あ、僕が思ったとこ違う。俺も違うな。あ、俺も違う。え、結構むずくない？え、結構むずくない？あ、俺1個分かったわ。え、マジ？俺1個そうかなが1個ある。1個分かった。あ、分かった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 。むずいやつ。いやこれどっちがむずいんだろう。それどっちがむずいんだろう。え、でも僕1個言っとくわ、うん、取られるよりかは今のうちに取っときたい、うん。メタモンの座布団がずれてる、うん、あー、それ俺一番それ楽だと思った。これ何点？0点。え？え？変えてない。変えてない。なるほどね。いや、そうメタモンのやつは確実にずれてるのに見える。ね。そうだって俺たち、右側にずれてる。隠してる最中に蹴っちゃったとかない？おい、逃れんぞ。バカになっちゃう。コペのメイク道具が開いてる。ブブー。はい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 。コウタとナオのボックスが逆になってる。言ってんだ。あー、言ってんだ。ヘアアイロンのコードが抜けてる。うわぁ、実家よ。いや、それはね、ない。俺コンセント確認したもん。あの赤いキッチンのアイマスクの位置が左にずれてる。なぁ、ブブ。いや、あれまのままだったのよ。ヨモンタみたいな顔してた、今。ちなみにそう、うん、やばいな、やばいな、俺は分かりたい。だってこの絵もちゃんと確認したもんな。間違い探し結構難しいんだな。おっ、分かった。おお、何？こいつ、これ答えるの。はいはい、カズくん、スマホに充電器が刺さってる。でもほぼ正解ある。ブブー。俺ね、あのテーブルの上は結構見たのよ、うん、さっき覚えようと思ったの。僕も見たもんな。個数までちゃんと全部数えたの。合ってんだよね。はいはい。スマホが床に置いてあった、本当は。ノーノー。ブブー。前のコータの聞いてた。信用しなかった。待って、はい。あ、俺、これでいいんだっけ。いいよ、いいよ、いいよ。グラスが左右逆になってる。グラスが左右逆になってる。2ポイントー！イエーイ！そうなんだよ。分かるわけなくない？
何やねん、分かるわけなくない、え、分かるわけないやん、なのもともと全然違うグラスだろ、そうだね、違うの、うん、だから言わ、形が違うからね、そもそもの、え、あそこの携帯の前にある、前にあるのは嘘で、嘘で、嘘で、お前、お前、人の反応、お前、コメの反応で言うのは嘘で、ずるいぞ、ずるいぞ、携帯が、携帯な、絶対携帯やろ、携帯は間違いない、携帯が表になってる、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、答えは、うん、コペの、うん、スマホが、うん、昔のスマホでーす、うーケースが違うってこと、ケースももうすり替えました、あーさっきので正解でいいや、僕ね、思ったのは、僕は J のスマホに行かなったと思ったの、それは思った、うんうんうん、コペのが買わせたんだ、そう、あのほらお前本当かあの、ジェイのあのさ、あんじゃん、こういう緑のやつ、あー、俺じゃあ何、一応読みは当たってたんだけど、すり替えた、お前でもゼロだから、そうだね一だから、二だから、だーえ、もう今のこの形でいいの、え、この形で、携帯ケースとか置いたって大丈夫、うん、大丈夫、さっきのなんか大体のなんかあるわ、確かにコペがどうするかみたいな、そう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 、わかる、こんだけなければいけるんちゃう、セロティンがなんかほざいてやがるぜ、セロティン2人がセロティン2人がセロティン2人がわかるわかるって言ってね、2人でいけるやろこれ、いけなきゃ試合にならんの、見るか、見る、でも俺はあれだ、俯瞰でちゃんと確認してるから、すごいよ、お前がそこにいると俺こっちも少ないと思う、え、だってこいつここまで映ってる、あ、ここまでね、あちゃー、ドン、はい、わかった、あ、1個わかった、あ、わかった、1個わかった、でもこれ怖え、いや、これ俺で狙ってた、軽いから、軽いから、軽いよ、俺もやらせた、これは軽い、これはでも最初に行くべきではないな、一発でわかったよ、それ、いや、そうだよ、俺狙ってたんよ、それ、あ、すげえ、これ、いや、全く同じやつだよ、でも絶対あれだよね、うん、これはもう確実、確実に分かる、あれは押さえてたやつ全部違う、僕も違う、俺押さえてたやつ、あ、待って、2個分かった、あー、分かった、はい、2個分かった、お前、やばい、行くぞ、まず、まずもうポイント取る、はい、はい、え、ちゃんとポイントの伸ばし決めたんだよね、決めたよ、はい、ね、ちょっと決めたよ、はい、コインが減ってる、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、これも絶対3ポイント、それ3ポイント、マジかよ、でもめっちゃ簡単だよ、よかった、あ、よかった、俺すぐ言って、お、お前ら俺が一番のポイントです、全然弱点です、待って、これどっちだ、めっちゃ嬉しい、この金、金、おばあちゃんに盗みます、僕が思ったとこで全くなかった、そこ絶対来ると思ったの、コペがコインを動かさないわけがないと、俺ね、1枚とか動かすともさ、うわ、ね、アルゴリズム勝ちしたな、2、3枚動かしたよ、お前、そう、うん、甘いよ、もっと厳しく言ってよかったのに、うるせえよさっき分かんねえ2ポイントになってほしいんだけど、うん、あの壁っていうか上の黒いガムテープ、うん、端っこのやつの隣の黒いガムテープがなくなってる、1ポイント、あ、1か、
角ギリギリのとこで、ギリギリのとこで、そうそうそう、うん、今課長分かってなかった、それは分かった、1個目いきます、はい、ペットボトルの位置が奥になった0ポイントー、はい、ブブー、スマホケースが向きが変わった、ブブー、はい、はい、あの右下にある銃がなんか変、ブブー、はい、はい、サスケの絵が前に出てる、ブブー、でもここで僕2取っとかないとカズに負けるんだよ、カズに負けるのやだ、いや、まあ、負けんだよ。俺2連続0ポイントやだわ。お前は2連続0ポイント、え、待ってよ、もう消去法で、はい、はい、クッションがへこんだ、ブブー、あ、違うか、それ俺がさっき神戸に言った、あ、言ったのか、お前は2番手の男よ、くっそペットボトルの量が減った、ブブー、それ俺の飲み物だから飲むわけないでしょ、いや捨てたのか、ふざけんな、ふざけんな、捨てんじゃねえよ勝手に、それめっちゃ俺だ、勝手に捨てたのか、しかもカズーの場合そのアルゴリズムでさ、どこが来そうかがさ、なんとなく読める気がするんだよ、今回ね、少なかったしね、オレンジついてる洗濯バサミの位置が前に来た、奥の洗濯バサミが1個増えてる、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解、あれ1個やと思ったら2個あった、すごい、ね、そうそうそう、で僕なんかあれ1個に見えてずっと、あれが2ポイント、あー、そう、あー、おい3ピオン、あぶねえあぶねえ、あ、じゃあ3330だ、おいゼロかよ、しょうねえなお前、いや次あるから次、例えば俺が3ポイント取ったら別に俺がビリじゃないから、そうだね、最低ラインで並べるじゃん、そうだね、うん、次はどこのステージを、ラスト階段、あ、これなかったの、あ、これ来てたの、え、もともとなかったの、なかったの、そうだよね、そうだよね、1個増えた、だからなかったの、1個増えた、僕、奥1個だったの、2個になったって、お前その後だよね、僕1個なの確認されてない、絶対使ってよ、あんな時間としやがる無念、いやこれむずいんじゃないかな、これ微妙なラインが多いよね、うん、これむずいね、むずいね、難しい、いや、もういや、あれじゃん、ジョーでしょ、うん、まあ、いいね、うん、全然見えない、俺なりの覚え方に、見てたよ少し
じゃあベランダ出るの。そうだね、聞こえないよ。サンダルをちょっと変えようかな。さっきカーテンのシワの話。せーの、はい。やる。やべ。あれ思ったのと違う。一個は。まあ一個は分かったけど、あんなん絶対に絶対一だろ。絶対一やお前。狙ってたとこ行くわ。いいよ。うん、はい。はい。はい、右の方にある青い筒あう、うんうんうん、の角度が変わった。残念。くそ、終わった。3が分からん。もう1はあれやろ。あんな1は違う。1はあれ。誰がどう見ても分かるわ。サンダルをちょっと変えようかな。サンダルの X を逆にしました。いやなんか俺そうだよ、ね、俺も3行かなきゃね意味ねえんだよ。コートはそうだね。そう俺1、2狙ってもダメなの。へえ。ちょうどいいよ。みんなこうやって見たりしようと思わない。いやさっき僕それやってみた。俺そんな覚えてないんだけど。はいはいはい。な弓矢の弓が出てる。ブブー。違うんだよな。俺めっちゃわかる。めっちゃわかる。コウタ君言いたい。めっちゃ言いたい。えめっちゃ言いたい。じゃあ早く誰か答えてみ一回。俺かな。この気持ちスッキリさせて一回。合ってるか全然わかんない。予想ただ。じゃあ、行ってごらん。じゃあもうなおさ、じゃあ待って、行っていきなよ。ん行っていきなよ。やだ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 。行っていきなよ。逃げたね。これ消化したい。これ消化したいの。俺分かったぞ。はい。あ、小沢くん。これ分かった。うん。え、何ポイント。いや、これもね、迷ったんだけどね、うん、みんな動いたら分かるぞ。動くべきだったな。動いてる。でも俺ちょっと俺うわっ、はいって言ったやろ。違う違う違う。これが2なのかもしれない。旗取るやつあるやん、うん、この旗取るやつ、うんうんうん、それの下にビニール袋置いた、うん、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー2ポイントです。仕切り直しぐらいの気持ち。うわ、お前さんだったら俺優勝。確かに。面白くねえぞ。確かに。面白くねえぞ。ダメ。俺は包丁を受けてもいいから行く。いいよ。すいません。はい。あそこにあるゴミ袋が大きくなってる。おお。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ゴミ袋大きくなってる。大きくなってる。ゼロポイント。同じとこに置かないもんな、多分。なんでお前そんなテンション上がってたの。みんなはもうどこがかばったか分かったかな。これが前の画像だよ。こんな感じだったっけ。で、今のやつがこれ。分かりづら。もう一回戻るよ。これが前のやつ、みんなが記憶したやつだね。これがこれ。いやー難しいねー。はいはい。あそこのゴミ袋の結び方が変わった。ブブーだよね。あれあそこ一個変わってる気がすんなー。俺階段の一番下の。いやまあだよね。行った方がいいんじゃない。行った方がいい。あれまだ一回じゃないんだ。まあちょっとみんなガチっすね。俺は5ポイントだから今のうち今とこ。あ、おめえらグミンどもが
うぜぇ似てんだろうなよ。絶対なの。あの黄色い剣が横だから縦になってる。だってなあと2。ちょ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 、真ん中に置いてある箱、うん、の左に剣が刺さってる。最初からあったの、うん、あやべ、じゃあ僕もう人生は挑戦だ。ここで見た雰囲気と、うん、なんかちょっと違う感じがするんだけど。あ、でもそういうのは合ってると思う。直感、お前直感あるし。そうだね。でも違うんでしょ。うん、やっぱそれから、そこからやっぱただならぬオーラが感じたことでしょ。うん、お前それ合ってるって。これはいけるわ。バットの下にある青い箱の向きが逆になった。課長、それ俺一番最初言った。え？どんだけ悔しい。お前は所詮3ポイントの男よ。めちゃくちゃ悔しい。いや、ここまで頑張ったな。いい子いい子。弓矢の後ろにある緑のやつがなかったけど、ある。え？弓矢の後ろにある緑のやつがある。ある？あれね、あった。残念。あった。あれ最初からあったね。あ、でも近い。でももう回答権終わったでしょ。この、うん、弓矢の後ろの、うん、黄色色のやつが、うん、こっちからこっちに行った。残念。え？なんか怖いの、怖いのめっちゃ向いてんね、うん、人にバレないでなんかすること確かに心当たりあるよ、ね、絶対人にバレずにお酒飲んだよ。だからバレてんだよ。大丈夫、俺にはバレないから。いや、バレてバレないよ、みんな分かってるよ。正規バレてる。正規はバレてない。いや、この撮影クソ長かったの。マジで半分以上多分黙ってる。うん、何時今？11時半だよ。マジで？あとだと12時。多分1回目がピークで、多分1回目の時カズーが、いやこれ課長強いわって言ってたのに、多分3回目で僕のイメージ逆になってると思う。課長弱いわ。2回目もなんか違うから。一生懸命さ、緊張打てなかったよね。こいつめっちゃ。一生目めっちゃ強いやん、こいつと思って。だから一発目の僕のボクシングの試合だったら大砲放ってこいつやべえと思ったら、めっちゃ弱い、全く強い。笑ってオーラだけだったらよかったのが。それやめも3回も強そうなオーラはねえって雰囲気だけど、それこうやって目でシャッター俺ちゃんと切って練習してたのに、1回も点数取れない俺。やべえ、今あの時のセリフもう訂正したいもん。僕はね、覚えるときにね、目でシャッター切るんだよ。それ見て、俺もやってるわ。あれ、あれもしかして停電。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーディアオレイ。おい、ハッピーバースデートゥーユー。はい、おめでとう。おめでとう。うん、風邪ひいてるからね。おお、出ていける。はい、おめでとう。おめでとうボタン。ありがとうございます。33歳、食べれないの。一応皆さんに伝えたいことは、ドッキリでやるときはもうちょっといいタイミングでお願いします。33歳はもっとちょっと1回でも多く病むのを減らして、そして風邪をひかない体にしていきたいと思います。そうですね、両方叶いませんね。おい、やめろやめろ。はい、次はそれ持って帰ってね。オッケー、じゃタクシーでこのまま持ち帰る。いいね、いいね、いいね。ここまでふいーん、おめでとうって言ってもらえる。ああ、いいね。